高知公民制とは、大化の改新に始まる日本の飛鳥時代、奈良時代までの律令制が構築される過程において、発生したとされる全ての土地と人民は、こうすなわち天皇に帰属するとした制度である。日本では、第二次世界大戦以降、高知公民制について、古代律令制の基盤を形成した最重要の制度であると理解されてきた。 645年の木の富の変により即位した、天治天皇は、翌646年新たな施政方針を、改新の御事のりとして示した。章は、大きく四箇条の主文と、主文それぞれに対する副文から構成されていた。第1条には、従前の天皇等が建てた小城の民と各地の三宅、そして神、神蓮、友の宮津子、国像、村首の所有する、 かきべの民と各地の田所は、これを廃止する、と定められた。大会前は、天皇や豪族らは各自で私的に、土地、人民を所有、支配していた。天皇、王族は、私的所有地である三宅と私的支配民である名題、小城などを保有し、豪族らは、私的所有地である田所と私的支配民であるかきべ、などを保有していた。ところが、 改心の御事の理、り、第一条は、こうした、私的所有、支配を禁止し、すべての土地、人民は、天皇が所有、支配する体制の確立、すなわち私、市民性から、高知公民性への転換を宣言するものである。高知公民の原則に従って、朝廷は、反伝収受法に基づき人民へ、区分令を与え、租税を納める義務を課した。 この原則は701年に制定された大法律令にも継承され、律令制の根幹原則となった。しかし、奈良時代に入ると三世一新法や根伝永年資材法により、人民による土地の私有が認められると、土地の公有という高地公民の原則が次第に境外化していった。そして、土地私有によって荘園が成功すると、高地公民制は崩壊し、 高知公民を原則とする律令制も和会への道をたどった。上記のような高知公民論は次第に疑問視される傾向にある。まず、大会以前の支配体制とされる七市民制について、三宅が王権を支える経営拠点であるように、田所もまた豪族の政治的地位を支える農業経営拠点であると解される。三宅と田所は、 天皇や豪族らの経営拠点であって、必ずしも天皇や豪族らの私有地を意味するものではなかったので、ある。また、豪族によるたどころ、かきべの支配は、改心のみことのりで禁止されたはずだったが、その後も朝廷がたどころ、かきべの領有を豪族へ認めた事例が散見される。つまり、土地、人民の所有禁止は、 実際には発令されなかったか、もしくは所有禁止の実効性がなかなか各地へ浸透しなかったことを表す。これは、高知公民の原則が当時の社会へ強力に貫徹していたわけではなく、あくまで理念として掲げられていた側面が強かったことを示唆する。さらに、従来、高知と考えられてきた区分殿は、律令志向の当時、実際のところ、私 市地と認識されていた。高知公民性の基礎といえる、高知の概念は当時存在しておらず、区分殿が高殿と認識されるのは、根殿永年資材法以降である。すなわち、奈良時代当時、三世一神法や根殿永年資材法の施行によって、高知公民性や律令制に大きな破綻が訪れるという意識は存在していなかった。そもそも当時、 高知公民性という概念が存在していなかった可能性が高く、また三世一心法、根伝永年資材法は、むしろ律令性を補強することを目的として制定されたのである。上記のように、高知公民性が律令性の根幹をなすという従来の通説は大きく見直されつつある。ありがとうございます。